絶望のフィナーレ、ダビという名は遺体を焼いて弔うこと、つまり火葬を意味します。10年越しに長男トドロキトーヤを弔うための葬式ダビが執り行われます。そこにはトーヤに負い目を感じるトドロキショート以外の家族が参列しました。この最新話に隠された堀越先生の意図を皆さんと一緒に考えていきます。ナンバー388、トーヤプレスルトラドーモクサンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は最新話の動画になります。ジャンプ押し談も含むためネタバレにはご注意ください。では早速いきましょう。トーヤごめんねと、誰もいなくならないでと、これ以上迷惑かけるなと、トーヤと一緒に死のうとするエンデバーを止めに入る氷サイド。ここで導入したいのは轟家の情熱の炎と冷静の氷っていう話。以前ショート動画の方でご紹介しましたが、改めてこの話を思い出すとこの最新は理解しやすいと思います。堀越先生は轟家を情熱の炎、冷静の氷で表現されておりますと、例えば三男ショートは無限の優しさと憧れの情熱、大谷翔平みたいな男、そんな彼のヒーロー名ショート、自分は半端者だと、自分が未熟だと感じる点を第二次決戦で明かします。冷静と情熱の狭間の半端者ショート、ショートでも半端ではないと、半分じゃないと気がつけなかったものがあったと、それは心の余裕、余計なお世話、それがヒーローだと。繰り返しにはなりますが、白い髪と赤い髪の冷静と情熱の狭間の半端者、この神理論は全ての家族に当てはまりますし、最新を見ても非常にわかりやすいです。それぞれ見ていきます。パパのエンデバーはただ強くなろうとひた走り、子供ガチャをはじめ不器用すぎてヒーロー以外から逃げた結果、火の不始末を起こしました。また妻のレイは情熱とは真逆で、家族のために自己を犠牲にしました。そんな優しさは殴られた炎で溶けました。次男の夏男は子供の頃少し赤い髪がありました。実は彼もトーヤと同じく子供ながらにパパに見てほしかったとスピンオフで語られましたが、ショートの火傷を見て自分が恥ずかしくなりパパを諦めたそうです。そして大人になってからただ優しく髪が真っ白となりました。冷静になった今では嫌いなパパにも向き合おうと努力しています。口ではね嫌いだと連呼していますが、園児以外の家族のために園児と向き合っているわけです。そして長女の冬美はママと同じく自己犠牲の塊で優しい存在です。ですが彼女には赤い髪が混じっております。なぜなら家族に強い憧れがあるからです。彼女が好きなものはドラマだったりします。作中で彼女は本当に優しい人なので車に構えたくないですが、皆さんに共有したい話があります。その家族という強い憧れゆえに、もう誰もいなくならないでと最新話で冬美はとっさに発言しました。誰もいなくならないで、一緒にいてほしいと、一人では生かせやしないと。この轟家で無理心中を提案する可能性が一番高いのは長女冬美だったりします。そんな危うさもありますが、轟くんがヒーローなので大丈夫だと思っている、そんな話もあります。また後ほど詳しくお話しします。長男のトーヤは園児と同じく情熱にまっすぐでした。ナンバーワンを超える夢を諦めきれなかった。でも髪が白くなりました。それはレイの個性、体質の影響、第二次成長もそうですが、神理論から見るとトーヤはすでに冷静だったと言えます。でもパパは自分が生まれた意味をいつか肯定してくれるかも、喜んでくれるかも、その日のために、自分を肯定するために自分は失敗作だと言い聞かせた。あとママたちに謝りたいと思ってたりしたわけです。やっぱり優しかったけど死んだことにされてしまった。この後は非常に重要なので、葬式ダビをしっかり抑えるために轟家について整理しましょう。さて最新話の内容を考える上でサブタイでもあるトーヤを皆さんと一緒に振り返ります。この最新話で重要になってくるのはトーヤが死んだ日のこと、ダビが生まれた日のこと、そしてトーヤが何を考えていたのかというところになってきます。かつて大火事があった日、トーヤが死んだ日、ママ轟レイはすでに病院へ送還されていました。ショートに煮え湯を浴びせたからです。それは10年前、正確には11年前の話で、ショートには個性が発現、トーヤは当時13歳でした。この時トーヤはママと完全に喧嘩しました。轟レイはヒーローになりたいのかと否定から入ります。彼女目線は家に縛られてきた人生なので、子供には今は自由に生きてほしいと願うわけですが、トーヤは自分が生まれたのは個性婚だからなんだろうと、今は違うのに過去を掘り返し、自分がヒーローを目指す理由を個性婚にしてしまったわけです。それで轟レイは何も口出しができなくなりました。そこまでしたトーヤの意図としては、かっこいい
いパパに見てほしかったことを否定されるばかりで反発したら見てもらえると思ったこのあたりでしょうか。そして東也は園児に俺を作ってよかったと思うからと言ってしまうわけです。そうでもしないと自分の存在を肯定できなかったわけです。弟の夏夫以外誰も話を聞いてくれないから、その後東也の炎を誰も見に行かず東也は死亡します。これに対して園児は声のかけ方がわからなかった、さらに東也を殺したことでショートに傾倒することで自分を肯定しようとしたと供述。トドロキレイも声のかけ方がわからなかったと、長女の冬美は怖かったと、次男の夏夫は何かできたはずだと。トドロキショート以外のメンバーは東也に負い目を感じてて、トドロキレイはショートをトドロキ家のヒーローだと表現してしまいます。もちろんそんなヒーローという一言で片付けられる軽い話ではないですが、ヒーローなわけです。自分を火傷させたママを心配して10年間会わなかった、自分の左はエンデバーだからママを苦しませると思ってた、そんなトドロキ君に対して同じく家が終わってたホークスは一言かっこいいと表現しました。おそらくここがダビで重要になってきます。先ほどお話しした通り、トドロキレイは入院していたので、東也が死んだ日家にいませんでした。そのため最新話でトドロキレイは東也の炎を初めて見たわけです。なのでここは超丁寧に描かれたわけです。その東也が死んだ日、東也は丸焦げになっても呼吸していました。レイの個性で生きていたわけです。そしてアフォさんに救われ、彼は保育園に送還されます。その時彼はひどいことを言ったし、お母さんに謝ってお父さんにまた見てもらわなきゃと本音を明らかにしました。そして家に帰ったら仏壇があったわけです。死んだことにされていた、遺体はなかったのに死んだことにされていた、捜索願いを出していなかった、誰も俺のことを見ていなかった、そして東也は全てに挫折し、自分が生まれた意味、証し存在証明としてエンデバーが大切なものを全て焼き尽くす、これがダビの行動原理になります。ここまでしっかり抑えられていると最新を非常に楽しみやすいと思います。あと僕ご参事的に補足したい内容をちょいちょい補足いたします。今回めっちゃイケメンロボットがいました。何かと登場する堀越先生のお気に入りロボットです。これは映画第3弾の特典ボリューム W 教えて堀越先生にてある質問がありました。ここだけの作中の秘密を教えてください。この質問に夕べロボットなどに見られる AI は過去に一度反乱を起こしていますと、まあ、わざわざネタとして取り上げるほど堀越先生のお気に入りだったりします。ターミネーターのネタですね。この最新話で印象的だったのはニコッと笑うトヤ、存在しない記憶未来を堀越先生はイフとして一コマだけ大きく描くことがあります。例えば A 組の未来予想図、これもおそらく存在しない未来だと思ってます。堀越先生目線は結末が見えているので、読者が見たいはずの特定の絵面を描けないと分かってて、でも読者のためにとファンサービスとして堀越先生が描いておこうとされていると予想しております。まあ、ラストの一コマでダビが東也として生き返ることは物理的にほぼほぼなく、広く読者から嫌悪されがちなエリちゃん展開に限ってしまいます。そのためラストの一コマはショートが生まれなかった世界線とかなんでしょうか。最後の煽りにてダビはアハハと笑いながら何かを見ているようです。それは皆さんの予想通りショートでしょう。ダビの目的はエンデバーが大切なもの、最高傑作ショートを燃やすことです。それは自分が生きた証であり、パパが見てくれる瞬間であり、パパが求めた最高傑作は自分だったんだと証明できるからです。それが東也の唯一の目的なので笑っていると思われます。トドロキ家の結末、正直全く予想できません。ショートが来てどうなるのかも読めないですし、イーラクの件もどう演出されるかも分かりませんが、トドロキ家の結末として一つ最新話で浮上してしまったのがやけどエンド。みんなショートと同じやけどを持っちゃったね。みんなトヤのやけどがあるから、トヤのことを忘れないよエンド。これは本当に賛否がありそうです。ショートの火傷を軽く見るな勢もいそうですし、エンデバー死なねえのかよ勢もいそうです。逆に話題になるなら正解までありますが、トドロキ家がどんなエンドでも正直荒れるので、今のもやっとしつつもドキドキしてる感じを楽しみたいところですが、地獄のトドロキくんちももう終わっちゃうんだなと思うと、いよいよだなと感じるところもあります。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you next 動画。バイバイ。